紀州省準義市投資権の国営化学工場は毎日大量の有毒ガスを排出し深刻な大気汚染をもたらしていますここ1ヶ月で工場の従業員や付近の村民など複数人が相次ぎ中毒死しています情報によると国営企業投資石炭化学工場は民家から300メートルしか離れていません最近付近の村民3人が死亡しましたが 化学工場が排出する有毒ガスを吸い込んだことが原因ではないかと疑われています。 工場の匿名希望の女性従業員の話を引用し、工場の2000人余りの従業員のうち多くが病気にかかっており、すでに複数人が死亡していると伝えています。死亡したら遺体は秘密裏に運び出され、情報は厳しく封鎖されるそうです。 村民によると2007年工場と地元政府は1平方メートル当たり280元の安値で 輸送村の2000文の土地を暴力的に収容しましたしかし村民らが家を買うときには1平方メートルあたり3000円以上要求されました国営企業投資石炭化学工場は紀州省の石炭化学における重点プロジェクトの一つで完成後は毎年150万トンの石炭を消耗し100万トン以上の合成アンモニア メタノール、尿素などの製品を生産するそうです。新東人テレビがお伝えしました。